皆さん、おはようございます。佐賀1区、自民党公認候補、岩田和親でございます。本日は本当にこのように寒い中、多くの皆さんにお集まりをいただきまして、このように出陣式開催をいただきましたことを、心よりお礼申し上げます。本当にありがとうございます。そしてこの急な解散総選挙、本当に今日こうやって出陣を迎えることができたということを心から感謝をしております。本当に準備の時間がなかった。もっと多くの人に丁寧にお願いをしながら準備を進めていきたかったわけでありますが、ご無礼も多かったことを思います。しかし多くの皆さんが、特に新しく一区になった地域の皆さんがご理解をいただき、お忙しい中をお時間を割いてお手伝いをいただいて、今日こうやって戦いの準備を整えていただいたわけであります。本当にありがたい。そしてこの皆様のお気持ちに絶対に報いるために、この戦い負けてはならないと強い決意で今臨んでおります。この戦いは私たちが今日まで力強く進めてきたこの日本再生の道、景気を立て直し、経済を再生させる、この動きを、このスズメを、ここで止めてしまってはならないわけであります。どの政党が、この今の日本をより良くできることができるでしょうか。この景気を立て直すことができるでしょうか。私たち以外には、いないのではないでしょうか、皆さん。その強い意志を皆様と一緒に心一つに持って、この戦い最後まで戦い抜いていく決意でございます。そして何よりもこの佐賀一区においては、この私がまだまだ非力ではございますが、皆様のために、この佐賀のために、佐賀を愛するからこそ働かせていただきたい、その思い一つでございます。この地域の状況が、佐賀の状況がまだまだ厳しい、そのことは私も痛いほどに理解をしております。農業や漁業、本当に厳しい状況をなんとか下支えをして、また来年も、そして将来も、この地域において農業や漁業、第一次産業を続けていけるような、そんな佐賀にしていきたい。人口が減っていって厳しいご商売、お仕事の状況も、もっともっと頑張っていただけるように応援をしていきたい。ご高齢の方が佐賀に住んでよかったとおっしゃっていただけるような、そんな安全安心の佐賀を作っていきたいんです。子育てのお母さんの声も聞きました。佐賀で子育てしてよかった、子供たちもこの佐賀で生まれて育ってよかったと、そんな佐賀を私も作っていきたいんです。この佐賀の皆さんの声、私も今日まで本当に聞かせていただきました。多くの皆さんの声を受け止めてまいりました。しかしまだまだ足りないでしょう。どうぞ多くの声、厳しい声、ぜひもっともっと聞かせてください。この佐賀の実情をもっともっと教えてください。皆さんのその思いを私は受け止めて、佐賀への愛情を
しっかりと持ってこの佐賀のために働かせていただく決意でございます。この選挙戦は本当に厳しい戦いがございます。自民党にとっても厳しい風が吹いている。本当にお前たちは何をやってきたのか、そんな声すらある厳しい状況であるということは私も重々理解をしております。そしてまた新しく選挙区が広がったことも私にとっては大きな大きなマイナスの要素でもあります。今日は本当にお忙しい中に今村先生にもお越しをいただきました。肉のために誠心誠意働いていただいたこの今村先生にもご指導いただき、その思いを引き継がせていただいて新しい地域のためにも頑張っていきたい。また多くの今日ご挨拶をいただいたご支援の皆様、団体の皆様、公明党の皆さんをはじめとした多くの皆様のもとでこの厳しい戦いをどうぞ戦い抜かせてください。佐賀のために働かせてください。どうぞこの10日間この選挙戦、私はあくまで挑戦者としてチャレンジャーとして戦い抜いてまいります。一期目のボタンを外し、一人の人間として皆様に誠心誠意ご一体をしてまいります。まだまだ名前も浸透してそういう状況でありますが、どうぞ皆さん力を貸してください。佐賀のために働かせてください。最後の最後までの皆様のお力添え、ご協力を心からお願いいたしまして、岩田和親出陣にあたっての決意のご挨拶といたします。どうぞ皆さんよろしくお願いいたします。ありがとうございます。皆さん本当にありがとうございます。それではただいまより外苑と出発いたします。皆さんのお力本当にありがとうございます。どうぞ最後の最後までご支援よろしくお願いします。それでは行ってまいります。ありがとうございます。ありがとうございます。